吉田さん、世の中変わり続けますね。確かにね、聞いたことがあります。こう、カートに商品入れながら、そこでずっと計算されていくようなね、まあ、そんな仕組みがどっかにあったな、みたいなね。私も、まあ、スーパーに社員として働いていたんで、やっぱりそちらの方はね、ずいぶん前から聞いていたんですよ。その試作品があったみたいなね。で、これはね、えー、当時も予言されていて、私も感じていたんですけども、 あの、スーパーマーケットってね、実はものすごいね、出会いのコミュニティなんですよ。なぜなら、男性社員って全体の1割ぐらいしかいないんですね。ほとんど9割は、まあ、パートさん、女性の方、で、新入社員、入社5年目以下の若い女性ばっかりなんですよ。で、お客さんも女性ばっかりなんですよね。で、その中で、男性社員で3年5年10年勤めてる人って、出世してる人だけなんですよ。 落ちこぼれれた人っってててて基本的にに弾かか、めていいくく状態に入っていくかもういいいいるのかいないのか分かかななななような状態になっちゃうんですよね。まあ、そういう風になってくるとそのスーパーに勤めるとまあ出世もしやすいしライバルが消えていくし女の子には基本的にはみんな男性はモテるしみたいな感じでもうなんか入れ食い状態といえばね入れ食い状態なんですよこれは私が体験したところでもあるんでまさにそうだなと思いましたねもうお客さんからもねもうモテるみたいなことがあるんですよ で、えー、定期的に移動があって、移動先にもやっぱり出会いがあるみたいな感じでね、うん。なんかこう、いいとこだなと思いましたけども。ただ、昨今のスーパーの人員整理の様子を見るとね、チェッカーって言ってレジの担当の人って基本的に女性がやることが多かったんですけども、うん、あの、セルフレジの導入で、その、チェッカーを担当する専門の女性社員って不要になってきたんですよね。で私が、 スーパーに勤めていた頃が30年ほど前ですけどもその頃にスーパーに就職したチェッカーの人ねチェッカーで採用された人って今行くとこない状態になってるはずなんですようんものすごく苦しいなってとこですよねじゃあどうするかって言ったら、まあ、システムとかねそれから営業とかねまあそんな方に入っていくしかなくってでももともとこう言ったらあれですけども まあ専門的な技能がないからチェッカーとして採用されたのに、入ってしばらくしたら、今まで見たことも聞いたこともないようなね、ジャンルに振り分けられて、それをやんないと、もう自分での会社の立場がないってなると、話が違うぜみたいなこともあるし、時代が変わったからしょうがないっていうことも受け入れないといけないし、そうなってくるとね、本来、スーパーに就職した女性とか、スーパーでバイトをしている女の子とかって、 恋愛対象っていうのはね、やっぱり言っているはずなんですよ。結婚も決まりやすいはずなんですけども、そうじゃなくなってくるっていうところがあってね。これ男女ともにちょっと残念なことになるんじゃないかなと思っちゃったりしますね。うん、あとオフィスもだいぶ人員がいなくなってね、少人数でできるようになって、出会いが起きにくくなってきたんじゃないかなと思うんですよ。まあ、そういうふうに日本の風土っていうのは、あのやっぱりこう、 オフィスラブっていいう言葉があるぐらいねこれ日本にしかないらしいんですけどもあの仕事仲間と仲良くなって恋愛に発展して結婚してでその結婚を職場のみんなも喜んでで子供が生まれて家族になってその家族もまたスーパーの方にやってくるみたいな感じでね好循環が起きてたと思うんですよだからそれが最近はないんじゃないかなってとこですね私のいたスーパーももうすでに店舗あたりの社員ってもう数名しかいなくってあとはレベルの高いアルバイトさんとか あとは、レベルの高いシステムを使った、あの、パートさんがそれを運用してるって感じでね。もう、どっちかっていうと、人間の能力、アビリティっていうのはそんなに求められなくなってきて、あの、ちょっと機械を使えればいいよみたいな感じになっちゃったんですよね。うん、そうすると、人員じゃなくてあ、人材、人材じゃなくて、人員がいればいいんですよ。頭数がいれば、もう、 物事回っていくし、それを最終的に責任を取る社員みたいな人が、店長みたいな人が、1人か2人店舗にいればいいって状態になってくるんでね。な,なんとも早いでございます。うん、だからね、もうやもやしてらんないですよ。私たちはね、たまたまこういったことで所得を得てますけども、うん、まあでも考えてみれば見るほど、この被災非対称性ってのはすごいですよね。 行ってお金の自由があって行って時間的な自由があって選択肢は自分で決められるような私たちみたいな立場がいてでもほとんどの同じような年代の人ってやりたくもないことを生活費のために無理やりやらなくちゃいけないみたいなねそこにモチベーションは何もあったもんじゃないですよねでしかも給料安いわけでしょ、うん、だから旧世代型のマーケットにいつまでもしがみつくんじゃなくて新しい世界にどん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 出ていかないといけないですよねシンプルに言うと SNS とかメールとか YouTube とか IT の技術がちょっとつけばいいんだよなっていうところなんですよね。果たして,いってらっしゃい